はい、皆さんこんにちは。教育百貨店の平田と申します。以前 YouTube のコメントで塾講師ナビっていうワードが出ていたと思うんですけれど、はいはい、使ってましたか？僕のいた塾は掲載してましたね。まあ、一応軽く説明をすると、いろんな塾がこう なんちゃら塾なんちゃら校とかなんちゃらゼミナールなんちゃら教室とか、そういう風にこう掲載してるんですよ。でそこに例えばその地域で検索するとバーって出てくるんで、これチェックしてって、で資料請求みたいなペット押すと、その各塾にこの人が資料請求してますっていうのがこうやってバッてメールで行くんですよ、はい、住所と名前と電話番号が分かるんで、まあ、そこに資料を送付するっていう感じなんですよね。電話かけてましたか？あの僕は会社から電話をかけろって言われてたんで電話をかけてました。と電話をかける効果はありますかって言われると、かけてない時との差を比べてないんでわからないんですけど、そんなに多くはないんですけど、入塾してもらう時になんでうちの塾選んでくれたんですかって聞いたら、塾ナビで資料請求したら一番最初に連絡来て、いやいい感じだったんで、あそのまま入りましたって言ってくれた方もいたんで、別に効果はあんのかなと思うんですよ。ただ電話をすると、は何ですかみたいな、反応をされることは、まあありますね。その時はあのごめんなさいって言って資料を送付するんですけど、僕は塾ナビで請求された資料の送付においても他塾と差別化を図ってました。でこれ喋ると、これあの普通に一般化したらあもう差別化でも何でもないんで、はい、僕のチャンネルをかなりねあの早期からご覧いただいている皆さんが今試せばね、非常に差別化になるかなと思うのが、教室のリーダーの手紙を一緒に資料の中に入れて送付するってのを僕はやってました。どういう手紙を入れてたんですか？なんとか様、この度は資料請求のいただきありがとうございました、教室長の方しております平野と申します、で普段は英語の方を担当してますって言って自己開示を始めます、自分はもともと英語が苦手だったんですが、英語が得意になって苦手なのをこう得意に軽のすごく得意としていますと、ぜひ一度面談だけでもさせていただければなと思いますので、もしよろしければ、お電話ください、会える日お待ちしておりますみたいな感じで書いて、最後に塾名と教室名と、役職名と名前、電話番号入れて紙にして入れてました。なかなかね、パンフレット請求でそれやってるとこはないと思う。多分ないと思う、でこれなんでやろうかと思ったのは、僕らのすごい昔ですけど、一回10年前ぐらいに東京豪遊の旅行しましたよね、昔一回高級なお寿司屋さんに行ったじゃないですか。お寿司屋さん行った後に、そこのお寿司屋さんから自宅にハガキが届いて、あのこの度は来ていただいてありがとうございましたみたいな、東京の旅行っておっしゃってたので、うんちゃらかんちゃらみたいな、よく覚えてんなそんなことみたいなそうそうそう、あの東京にお越しの際はぜひ来てくださいみたいな、でそれから行ってないんですけど、でもその近辺に次行くようなことがあれば僕は行こうと思ってます、そのお寿司屋さんに。なんかこう特別感というか、やっぱ差別化って、そういうところで測っていくんだなって思ったんで、別にこれ塾でやって何にも悪いことなんかないじゃないですか。別にそれ手紙入れて、おい手紙がうざいぞなんてくれて来ること絶対ありえないんで、別にいい方にしか転がらないか何にも起きないかのどっちかしかないんで、そうやって文面考えて書いて入れて一緒に送ってましたよ。でそしたら後日電話で、以前資料請求したなんとかと申しますが、平野さんはいらっしゃいますかって電話がかかってきたこととか、あと直接来ていただいた時に塾長も平野さんはいらっしゃいますかみたいな風に来ていただいたこととかもあったんで、まあ効果はあったんじゃないかな。あの手紙に悪い効果が出るって考えにくいんで、それはねないね。なんかいくつか資料請求してる中でね、それ手紙が入ってたとこはやっぱちょっと見るよね。そうそう、少なくとも悪い印象にはならないと思う。他塾と、まあ、差別化を図っていこうってのありました。効果がどれぐらいあったかは分かんないけど、こんな別に効果測定しなくても効果あるものかなと思うんで、なんか本社がね発送してるところはちょっと難しい。ああそれは難しいかもしれないですね。個別でね、各校舎がやってたり個人塾とかが、やってみてもいいかもね。そうですよね、確かに本社が一括で送ってる場合はちょっと難しいかもしれないですね。その個人情報の観点からみたいな意味合いでね、本社が一括で送ってると難しいのかなとは思うけど、でもそれでもさ、各教室のリーダーにその一緒に送付する文面を考えて、本社で全部その手紙として管理して、本社の人が入れて送れば、直接書いたわけじゃないけど、そういうのは別に演出できますから、別にやろうと思えばできるのかなって思います。やれそうならやってみてほしいかなと思います。気をつけるんだったら逆にちょっとね、手作り感がある方がいいです。あ、機械が書いてんなみたいなのじゃなくて、僕はもうバリバリ A4 の手書きで書いてたんです。あ、パソコンで売ってました、全部パソコンで売ってましたけど、手作り感満載のやつで送ってました。逆にそういう方がいいのかなっていうふうに思うんですよ。確かにね。まあ、皆さんもあのぜひやりたいなと思えばやってください。参考になった方、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。